お疲れ様です。小道具です。今回紹介するのはこちら。真っ白でコンパクトなスリーブ。サイドにザ・ペンと印字があります。そして、ひし形の中に TK の文字。これが会社のロゴです。これでメーカーがわかる人は相当な通ですよ。裏側には注意書きと古紙配合率の表示があります。さあ、開けてみましょう。スリーブからペンを取り出します。今回紹介するのはこちら。カーボンファイバー回転ボールペン。江戸川区にある1965年創業の株式会社滝沢のボールペンです。滝沢ってどんな会社かというと、国内の大手文具メーカーの OEM や、テーマパーク向けの完全特注品の製造、広告代理店やギフト屋さんなどで取り扱う販促用のギフトペン、ノベルティなどの製造、その他、自社筆記具の企画、生産、販売をしているメーカーです。ペンだけではなくて、ペンケースや革小物なども作っています。滝沢は、万年筆のペン先を製造する会社に勤めていた現社長の親父さんが独立して立ち上げた会社で、筆記具をギフトや販促アイテムとして使い始めたまさに先駆者でした。国内の工場と中国の委託先工場でペンを製造しており、中国の工場にはペン製造のために自社の金型を設置してあります。国内生産と中国生産の割合は約半々のようです。さあ、それではペンを袋から取り出します。軸はカーボンファイバー、キャップ部は真鍮製です。お値段はなんと税込み2640円。このチャンネルではほとんど取り扱わない価格帯のボールペンです。見た目とスペックが好みだったのでお迎えしました。カーボンファイバーも魅力的な素材の一つですよね。こちらはいわゆるウェットカーボンというやつで、炭素繊維を積層したところに樹脂を流し込んで染み込ませ、そして固めたものです。ちなみに航空機やレーシングマシンなどで使用される圧倒的な軽さと光合成を併せ持つカーボンはドライカーボンと呼ばれるもので、製造方法が異なります。カーボンの軸は見た目が美しいですよね。真鍮ボディはなかなかの重さがありますよ。それではデザインを詳しく見ていきましょう。口金はストレートで、軸との結合部分がふっくらとしていて丸みがあります。軸のカーボンは光の当たり具合で表情を変えます。クロームのリングには何の刻印もありません。あ、ちなみに滝沢の筆記具はすべてノーブランドなんですよ。なのでブランド名がないんです。グリップはこんな形。挟みやすいように先の方が上を向いています。キャップトップは王冠のようなユニークな形状をしていますね。これはいいです。天面には黒い装飾。すらりと伸びたストレートな軸。口金は長めですね。それではスペックを見てみましょう。重量はちょうど 40g、 重い。高級ボールペンの標準的な重さは 25g 前後。 20g を下回ると軽いペン、 30g を超えるとやや重いペン、 40g を超えると立派に重いペンと私に認定されます。こちらは立派な重量級のボールペンです。次に長さを計測します。ペン先を出した状態での長さは 143.5mm、 標準的な長さ。高級ボールペンの標準的な長さは 140mm 前後。 135mm を下回ると短いペン、145mm を超えると長いペンとなります。次に軸径を計測します。グリップ部分の径は
11.9mm、太軸です。高級ボールペンの標準的なグリップ径は 10mm 前後、9mm を下回ると細軸、11mm を上回るとやや太い、12mm を上回ると太軸、13mm を上回るとめっちゃ太いペンとなります。センタリング部の径は 12.9mm でした。次に重心の位置を確認しましょう。重心位置はセンターリングの軸側、ペン先から 82.2mm の位置にあります。立派な高重心のボールペンです。グリップするとこのあたり。うわ、これはなかなか面白いペンですね。親指と人差し指の間にペンがもたれかかってきて、しっかり安定します。滝沢のカーボンファイバー回転ボールペンはツイスト式。軸を回転させてペン先を繰り出します。回転には引っかかりがありますね。スムーズではありますが、クリックオンがします。そして、自動収納はしないタイプ。回転を止めたところでペン先が止まります。お、見るからにペン先が斜めに出てきました。多機能ペンのようなペン先の出方になっていますね。カチッとペン先が動きます。面白い動き。それではインクリフィルを見てみましょう。結合部の回転はなかなか滑らか。ただ、軸の中で何か部品が動いて音を立てています。結合部は両側とも金属です。そしてリフィルは国際標準の G2 タイプ。汎用性の高いパーカータイプです。何も印字されていませんね。無印です。スプリングは根元の径が小さくなっていて、外れにくくなっています。こういう気遣いは嬉しい。それでは元に戻しましょう。回転は滑らかですが、中でリフィルが動いているのを感じますね。ツイスト時にジョリジョリと音がします。こうして指の腹でノックするとよくわかりますが、確かに軸の中でリフィルが動いていますね。こういうのって大抵の場合はペン先を繰り出すと音がしなくなるんですよ。おや？ペン先を出しても音がしますね。これは残念ポイント。滝沢のボールペンを私はもう一本持ってるんです。それがこちら。真鍮無垢キャップ式弾丸ボールペンです。あ、そうだ。カーボンファイバー回転ボールペンは中国生産。そして、こちらの真鍮無垢キャップ式弾丸ボールペンは日本の工場で生産しています。こちらは真鍮のパイプを職人技で絞り加工で仕上げてあります。そして、このキャップ内側のハサミバネも職人の手作業で仕上げてあるんですが、もう職人さんがいないんで再現はできないみたいですね。このペンは1980年頃から2010年頃まで生産されていて、まだネットでは在庫がありますが、技術的に同じものは作れないそうです。もし再生産するなら、キャップはネジ式になるようです。真鍮素材の高騰もあって、価格は倍以上になるかもしれません。真鍮っていうのは銅と亜鉛の合金で、銅の相場が2020年の夏くらいからどんどん上がっているんですよ。去年は2019年の倍くらい高騰していました。真鍮無垢キャップ式弾丸ボールペン、サイズもフォルムも可愛いですよね。持つとこんな感じです。
キャップは看護式。インクリフィルを見てみますか。タイトなネジ、チュキュッと音がします。この音が苦手な方はすみません。素材は真鍮。強度はステンレスよりは劣りますが、そこそこの強度がある素材です。こちらがインクリフィル。この手の返しに関して知見がないんですよ。長さは 92.2mm でした。いや、パーツが可愛い。失礼、嫌な音がします。その名の通り弾丸のようなフォルム。可愛いですね。真鍮なんで結構強めの匂いがしますし、匂いが手に移ります。滝沢のカーボンファイバー回転ボールペンと真鍮向くキャップ式弾丸ボールペンを並べるとこうなります。カーボンファイバー回転ボールペンは標準的な長さです。それでは筆記してみましょう。1965年創業の文具メーカー、株式会社滝沢のカーボンファイバー回転ボールペンです。約 12mm のクリップ径に 40g の重さ。スペックはかなり好みです。その書き心地はどうでしょう。カチカチ音がします。そしてペン先がぐらつきますね。かなりガタつきがあります。カチカチ音が鳴るのは構いませんが、これだけペン先がぐらつくと筆記に支障があります。ペンの個体差なのかもしれませんけどね。少なくともこの個体は微妙です。とはいえ、価格が税込み2640円ですからね。カーボンファイバーの軸でですよ。これは破格です。ガタつかない角度を探してみます。ガタつかない角度がありますね。インクはすごく滑らかで書きやすいです。滑らかです。では真鍮向くキャップ式弾丸ボールペンでも筆記してみます。このペン可愛いですよね。まずはキャップをポストして筆記します。キャップをポストしてもペンの長さは 120mm しかありません。お、これは打って変わってソリッドな書き心地。ペン先にガタつきがありません。も滑らかです。いいですね。これは楽しい。めっちゃ書きやすいです。なんか申し訳ないけど、今回の主役カーボンファイバー回転ボールペンよりもこちらの真鍮向くキャップ式弾丸ボールペンの方が使っていてワクワクします。生産終了になっているのが残念です。さて、こちらのインクはとても好みなんですが、
他にどんなインクリフィルが入るか見てみましょう。こちらは G2 タイプのインクリフィル。 G2 の方が長いので入りませんね。こっちはどうでしょう。パイロットの超極太紙 BRF25BBB です。こちらは短いですが、ちょっと入れてみますか。さてさて、ペン先が出てくるか。お、ペン先が出てきました。かわいい。これで書いてみましょう。おお、ぬるんぬるん、問題なく筆記ができます。やっぱ最高だな、このインクは。入りましたね。半分は冗談だったんですけど、面白い発見がありました。よかったです。さて、今回は滝沢のカーボンファイバー回転ボールペンと真鍮無垢キャップ式弾丸ボールペンを紹介しました。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは私の気持ちを上げてくれるボールペンを主観たっぷりに紹介しています。高級ボールペンに興味のある方はぜひぜひチャンネル登録をお願いします。気軽にコメントを残していただけると嬉しいです。皆様からのコメントは動画制作の励みになっています。いただくコメントにはすべてお返事いたします。できたら高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。